そいつにするんだな。お気をつけて。あ、ちゃん、エンジン吹かすのをちょっとやめて、うちで休んでいかないかい。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。何してんの？なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないや。あの時俺、ごめん、やっぱ何でもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっとみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、
グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくてそんなこと忘れちゃってさ。けどふと我に返るとみんなとは違うんだって怖くなって、だからこれでも毎日必死についていこうって思ってて。ならもっと頑張れよ。うん、変なこと言ってごめん。さてと、俺先に戻るよ。おやすみ。ああ、おやすみ。いい朝だな。ああ、おい、できてんぞ、早く来い。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。なんか食べとかない？エグネス、頼むわ。行くぞ。はいよ。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいか、エボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。
着いたぞ。ああ。ねえねえ、灯台入れて撮ろうよ。俺たち爽やかになれると思うよ。じゃ、爽やかになるか。おう、爽やかになろう。に仕上がってるぜ。よし、終わったら連絡するぜ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。